さて、それでは3番道路を抜けてターフタウンっていうところに向かいます。ターフタウンに、最初のジムがあるらしいんでね。いっぱいいるな。ああ、さっき、そしていっぱいいるぜポケモンが。いやー、バトルするか。開会式見たでしょ。テンション高まって戦いたくてしょうがないの。テンション上がった女の子、僕はその体のほてりを沈めてあげようと思います。キモいね。さあ、相手はロコン。かわいい、ロコンかわいい。水鉄砲でごめんね、ロコちゃん。あ、電光石火やっぱ早いんだな。で、相手は12レベル。ごめんね、もう勝負は決まってたんだ。ロコちゃん、よし、先を急ごう。なんか面白そうなポケモンがいたら、あ、危ねえなお前。捕まえていこうかなとは思っているんだけども、これなんだ、ゲット、ヒールボール。何それ、捕まえたポケモンの HP と状態以上を回復する、ちょっと優しいボール。何それ、ハートフルなボール。よいしょ。で、くそ、捕まるか。いや、捕まっちゃった。私が学んでいるのは外交にパソコン、ポケモン。ほう、ちびっこじゃねえかよ。スクールガールの笑み、大丈夫、事案にならない。ごめんね。あれ、このポケモンなんか可愛くない？あっちにもいる。なんだこいつ、どんな顔してんの？ん？これ草系だよね。俺草タイプのポケモン持ってないからちょうどいいかもしれない。他はなんかいる？これは？これ何これ？あー、そう、お前じゃない、お前じゃない。お、ポケモンの代わりにトレーナー発見。どれだけ強いかチェックします。チェックされる筋合いはねえよ。スクールボーイの学ぶ、また事案だ。すまん、ちょっとどいてくれ。非面化ってこれか。弱いな。そうね、その非面化ね、可愛いなと思ったけど、なんかあんまり強さを見出せないかもしれない。で、これ何、これトトロじゃん。もう見た目ちっちゃいトトロ。ん、違う、ちょっと、どう、初めまして、チビトトロ？違う、ブッシャイク。ブッシャイクだった。ヤブクロン？でもなんかちょっと俺ツボかもしんない。この子可愛くない？あー、死ぬなよ。うん、クリアスモック、なんだそれ。クリアだから、まあ元に戻る。なるほど、ちょっと君気になる、欲しいな、君が欲しい。モンスターボール、ゴー。いらっしゃい。ちょっとオブチャイクなポケモン、こんぐらいが愛嬌あって可愛いんで。よっしゃ、いらっしゃい。ヤブクロンか。ゴミ袋ポケモン。ゴミ袋？人工物じゃん。で、毒タイプなんだ。ゴミの詰まったゴミ袋から生まれた。吐き出す毒ガスはガラルのマタドガスの好物。もうよくわかんねえよこいつ。オーガニックだ。うん、オーガニックはどうしようかな。手持ちに一回欲しいかもしんねえな。強さ見てもいい？なぜオーガニックかというとね、かわいそうなんだよ。もう人間のさ、勝手なさ、なんかゴミ袋っぽいからこいつはゴミ袋ポケモンでヤブクロンだとかさ、つけられて。違うよ、彼は自然の中で生まれ育った自然由来のオーガニックポケモンなんだよ。勝手に人工物みたいな名前をつけた、その人間へのアンチテーゼとしてオーガニックと僕はつけました。人間なんかより何万倍も綺麗なんだよ。うわ、なんか手汚ねえな。使える技はリサイクル。戦闘中に使ってなくなった自分の持ち物を再生させて使えるようにする。ほう、なるほど。アシッドボム、毒タイプはね、相手を溶かす液体を吐き出して攻撃する。相手の特防をガクッと下げる。ほう、なるほど、いいじゃん。で、エースパー、ド忘れ、頭を空にして一瞬何か忘れることで自分の特防をグーンと上げる。クリアスモックが特殊な泥の塊を相手に投げつけて攻撃する。能力変化を元に戻す。なるほど、攻撃力とかを上げたのを元に戻したってこと。それは使えるね。じゃあ一旦松尾と交換しようかな。うん、ありがとう。ラムジンギスカン、松尾ジンギスカン、最高に美味しい、食べに行きたい。あれ、ソニアじゃん。よっ、ジムチャレンジャー、開会式かっこよかったよ。ありがとうな。あれ、ポップは先に来ました。別行動です、彼とは。ま、ライバルだもんね。鍛えるときは別々だよね。そうだ、ちょっとだけ面白いこと教えてあげる。何？あれ何？あそこに建物があるでしょ？ローズ委員長の会社なの。
ああ、あの納税額バカ高おじさんね。はいはい。ん？これ会社なの？3番道路の先には鉱山があるんだけど、そこで掘り出した鉱石をエネルギーに変えている。はあ、なるほど。つまりガラル地方のエネルギーも委員長は支えているわけ。ふん、なるほど。よくわかんない人だけどすごいんだよね、ローズ委員長。もう絶対裏があるじゃん。話に付き合ってくれた俺、穴抜けの紐あげるね。ああ、これ使えるね。うん、穴抜けの紐はダンジョンとか入っても、戻ってこれるんだよね。長くて丈夫な紐、洞窟やダンジョンから抜け出すことができると。何度でも使えるんだ。へえ。あ、ポケモン元気してくれんの？ありがとう。そんな力あんのかよ。ターフターンまでの道のりも長いけどさ、それもチャレンジだよ。頑張れジムチャレンジャー。ソニアめっちゃいい子じゃない？ちょいギャルめな格好だけど性格めちゃくちゃいいじゃん。で、あ、なんか光ってる。あ、元気のかけらだ。やった。さあ、なんだあれ、何ポケモン？ごっついな。ごつごつしてる。どうしよう、戦ってみるかこいつ。なんだ？お、タンドン。ごめん、オーガニックの出た瞬間笑っちゃった。アシッドボムとか効かなそうな気がするけど、やってみるか。アシッドボム。で、アシッドボムやるのはいいんだけど、まあ、特防を下げるじゃん。うん、ガクッと下がった。あ、煙幕使うの？わー、なんだっけ、命中率か。うわー、これはドロドロな試合ですね。汚い絵面だな。で、自分特効な技あるっけ。一応これがそうなのか、クリアスモックが。なるほど。ちょっと攻撃技に欠けてるな。あー、でもだいぶ効くな。今ので今一つなの？それがやっぱり、え、何？撃ち落とす？ひでえことすんな。急所かよ。アシッドボムの効果は結構あるんだな。ちょ、これはあれだね、オーガニック君はどんな技を手に入れるかで化けるな。そっかそっかそっか、能力変化を元に戻しちゃうから、アシッドボムの効果も1回で終わってるんだきっと。なるほど、だからか。あー、1回目より聞きづらいなと思ったんだよ。倒した。うん、タンドンは、まあ、正直いらないかな。さあ、他の場所は、あー、ぶね、トレーナーいる。あっちの方は、あれもトレーナーっぽいな。行ってみるけどさ、うわ、そうだね、運んでみせましょう、手紙と勝利。いや、君はあれでしょ、ポストマンの銀太、勤務中。うわ、強い。で、こっちは、あれ、テントがある。これ何？え？キャンプで料理を作ってポケモン元気にしてみて。ああ、別にこれ自分が入れるわけじゃなくて、この人のテントか。え、なんかくれた、クラブの実。え、なんで、なんでくれるの、ありがとう。ん、あ、はい、入れるんだ、この人のテント。ミックのポケモンキャンプだ。いんすか。いきなり知らない初対面の人のキャンプに参加したら、なんかすげえいけないことしてる気分。わあ、かわいい。ロコンちゃんいるじゃん。おもちゃ出そう。ロコンちゃん。ロコンちゃん。ロコンちゃん。あ、そうそう。気づいて。こっちだよ。ロコンちゃん。わあ、走ってきた。かわいい。どうも、こんにちは。うん、あれあれ。楽しいね。楽しいね。なんで？まあ、一旦テントはいいや。まあ、キャンプする人今ないし。で、ちょっと一旦さっきのところの後ろが見たい、こっち側ね。あ、トレーナーがいるな。あ、気づいてない。あ、気づかれた、くそ。はい、倒しました。あ、なんか鳴ってる。これは木の実が取れる木だ、揺らしてみますか。はい。あ、結構落ちてる。モモンの実が1個落ちてきた。木の実が1個落ちてる。もっと揺らそう。あ、これさ、揺らしすぎたっけさ、ポケモンが出てきたりするんじゃない。もっと揺らしちゃおうかな、もっと揺らしちゃおうかな。おお、だいぶ落ちてるぞ。もっといらっしゃおう。すごいぞ、すごいぞ、大収穫だ。5個。もっともっともっと。よしよし、6個。もっともっともっと。
待った待った、あ、出てきた。なんだリスかよ。ワンパン。周りのポケモンたちがチーゴの実を全部持ち去ってしまった。なんで、6個もあったんだよ。あ、でも、あ、結構、ん？ 4 つぐらいか。くそ、悔しい。やめ時がね、肝心なわけだ。あ、なんかある。ん？袋叩き。嫌な技。味方全員で攻撃する。仲間のポケモンが多いほど技の攻撃回数が増える。すごいやそれ。とんでもなく強い相手に使えそうじゃん。あれ、この下降りれないんだ。オッケー、じゃあ戻ろう。よし、じゃあ先に進んでいこう。あ、もしかしてここが鉱山の入り口か。これはいい傷薬やったね。読んでみよう。この先ガラル鉱山。そうだね。じゃあ鉱山の中に入っていこうかな。君はお出かけポケモンセンターを勝手にしている姉です。ガラル鉱山厳しいでしょ。ポケモン元気にしますね。え、何のボランティア。入ろう。いやー、世の中にはね、よくわかんないけどいい人がいるんですね。あ、この中も普通にポケモンこうやっているんだ。てかこのポケモン何、飛んでる。ふわふわが飛んでるよ。てか綺麗ね、これ。何これ。あ、なんかあるぞ。星のかけら。キラキラと赤く光る綺麗な星のかけら。あ、売れるんだ。なるほど、金の玉的な感じ。あら、ここのステージの BGM もかっこいいですね。スラップじゃないですか、ベースが。うわ、面白いな、ここ。いつもと違うね。元気のかけら。わー、トレーナーかよー。仕事のパートナーとは勝負でも息ぴったりだぞ。そうですか。知りませんよ、作業員の文明。ダンゴロ。あー、ダンゴロ。おう、知らねえポケモンだな。これはどうだ、地ならしぐらいしとくか。うん、お手並み拝見。地ならし弱い。どこをどう進めばいいかわかんないけど、とりあえずまあ進むしかないよね。うわ、すげえこの BGM すごいテクいな。はい、あ、スーパーボールだ。やった。モンスターボールよりもさらにポケモンを捕まえやすくなった。少し性能のいいボールですね。でさ、俺はさ、その初代しかちゃんとやってなかったからわかんないんだけど、なんかそのタイプに合わせたボールとかもさ、確かあったよね。あ、なんかある。ロックブラスト。何それ、技マシンか。硬い岩石を相手に発射して攻撃する。2から5回の間、連続で出す。あー、なるほどね。で、どうやらね、技マシーンは使ってもね、なくならないらしいんだよ。って思うと、この鉱山ステージを攻略するのに誰かにこのロックブラストを覚えさせてもいいんじゃねえかなって思うんですが、これね、技マシーンで、技レコードは1回限りみたい。なるほど。ロックブラスト、オーガニック覚えるよ。なるほど、覚えさせようかな、オーガニックに。威力25を、あー、2から5回。なるほど、ちょっと運があるけど、オーガニックちょっと攻撃技にちょっと不足してるから覚えさせようかな。ド忘れいらないかな。特防グーンと上げるのはいいけど、ちょっとこっちにしちゃおう。好みです。はい、オーガニックはド忘れ忘れました。そしてロックブラスト、かっこいいな。で、なくならないんだよね。もうすごいな、技マシンなくならないって。ちょっと入れ替えてちょっと試してみよう。よし。さあ、次。君は？あら、女性の作業員さん？いい仕事をするためにトレーニングは欠かせません。そうですか。相手3匹使うんだ。そしてドッコラーってすげえ名前だな、ポケモン。ドッコラショーみたいな感じか。ロックブラストどうかな？物理技、まあ、通常攻撃の技なんだな、岩タイプの。効くかなこいつに。いけ、オーガニック。当たんなかった。だってなんでだ普通に木材で殴られた食らわない。あ、いったいった、オッケー。いや、弱い弱い、とても弱い。
2回当たったダメだ、大陰に草がね、殺されるぞ。踏んづけてみて、いや強い、やっぱリチャード強い。うん、なんかパワーで圧倒してる感じがする。攻撃力はそもそも強いのかな。いいですね。さあ2体目出してこいよ。なんだ、お、経験値充血レベル15。お、つぶらない瞳覚えたいの、充血した目で。ちょ、見たい見たい、何、つぶらない瞳で相手を見つめて攻撃を下げる、必ず先制攻撃。どうだろう、でも使えんのか、攻撃下げる技か。舌で舐めるいらないかな。うん、これいらない。よし、はい、保管で。充血した目でつぶらない瞳ね、いいじゃん。なんて、まあそのままでいいや。またどっこらか、さっきよりちょっとレベル高いのかな。ちなみに地ならしは効くかな。どうだろう、だいぶ効くね。さらにこれね、素早さも下げるんだよ。強いな、リチャード強いな。軽くじゃあこれで終わらせよう。岩砕き、はい。さあラスト、最後のポケモンなんだ。またどっこら、黙って作業しなさい。あ、リチャード新しく怪力を覚えたいって。怪力強いんじゃない。渾身の力で相手を殴りつけて攻撃する、威力80、だいぶ強い。ってなると踏みつけがいらないのか。そうだね、単純に上位互換な感じがする。じゃあ踏みつけと交換しよう。はい、いいですね、どんどん強くなるね。ルイセンは涙目を覚えたい、みんなそういう感じ。可愛い感じになっちゃう。涙目になって相手の戦力を喪失させる、相手の攻撃と特攻が下がる。どっちも下がるんだ、なるほど、そいつは面白い。いや、単純にこれは鳴き声と交換しようか。そうね、鳴き声と交換しよう。さあ先へ行こう。でどこが正解のルートか分かんないけど、怖い顔、恐ろしい顔で睨み覚えさせて相手の素早さ叫んのか。あんま使わなそう。でこっちのルートじゃなくて、アッパートロッコのレールの方向か。なるほど、あっちの奥かな。トレーナー戦やっちゃおう。強っ、リチャードの怪力強っ。マジか、みんなレベル上がる、いいですね。トレーナー戦終わった瞬間に下克上、下克上する、しちゃう、下克上、マジか、このタイミングで。わー、すごい。おめでとう、下克上はギャラドスに進化しました。嬉しい、マジか、こんな早かったか。てっきりなんか25レベルぐらいかなと思ったんだよね、進化。そっか、21でもう進化しちゃうのか。一度暴れ出したギャラドスは嵐が吹き荒んでいようともどんなものでも焼き尽くしてしまう凶悪ポケモン。やったな、滝登りを覚えた、噛みつくを覚えた。もう見返してやれ、お前をバカにしてたやつらを全員下克上や。よし、使おう。楽しみだぜ、俺の下克上に最初に下克上されるのはお前ってわけよ。さあ、もうこんな時代もありました、跳ねるとかね、体当たりとかね。滝登りですよ、滝登り80か、威力すげえな。やっちまいな、下克上、下克上、すげえ、かっこいい。かっこよすぎるよ、今のカットインアニメーション。かっこいい、嬉しいな、なんか自分のパーティーにギャラドスいるってすげえ嬉しくない。うわー、上がる、いやいいですね。主力のポケモンが結構、お、なんだ、圧力物、足場に仕掛けられた罠の影響を受けなくなる。
いやでもさ、主力のポケモンがさ、水タイプばっかなんだよな。PP8 だ。ポケモンが覚えて渡るうち1つの PP を10回復すると。はい、でこっち行こうかな。いやーもうこの服ベースすげー気になる。あ、待って待って、あいつキャラかぶりトレーナー、俺とキャラかぶってるやつ、ここに来るのですか。アドバイスをしてあげますけど、やめておいた方がいいよ。願い星を持つトレーナーは僕が痛めつけるからね。そんな威嚇される、なんだこいつ。おう、やってみろよ、やれるもんならよ。お前、名前なんて言うんだ。あなた、チャンピオンに推薦されたジムチャレンジャーでしたよね。くだらないですよ。いいかい、チャンピオンよりもリーグ委員長が偉いですよね。つまり委員長に選ばれた僕の方がすごいのですよ。ではかわいそうなあなたに僕の強さを教えてあげますね。バトルですね。なんだこいつ名前は。ポケモントレーナービート、意外な名前。ユニーラン、ユニーランって、わーかっこいい、すげーかっこいい。そう、早速ね、威嚇でね攻撃を下げちゃうってすごいでかくない。なんだこれユニーランって、ん、細胞みてえだな。何がいいかな。食うか、細胞だし噛みついてやれ。やっちまいな。どうよ、うおー、ひとたまりもない、素晴らしい。下克上、素晴らしいよ。確実にお前は下克上した。あなたのポケモンにも忙ぐらい見下げないとね、みたいな感じのこと言ってますけど、何を言ってんですかね。ゴチム、そのまま行こう。もう全員抜いちゃおう、君で。何かわいい、うわ何それセクシーセクシーポケモン出ましたね。どうしようかな。何タイプだこいつ。食っていいよ、食っちゃいな。あーお菓子にもならねえな。一瞬すぎる。あんだけでかいこと言っといて、この低たらく。ミブリム、ミブリムってなんだろう。おやおや、僕としたことが。まあさっさと終わらせてくださいよ。さ、何倒してってこと。基本的にみんな可愛いね。身震いした。何それ。一旦、いやもう噛んじゃう。もう全部噛んじゃうか。噛んでいいよ。一発。強す。抜群だったんだ。お前のポケモンたち何もできてないよ。いいの？ビート君。終わったわ。なるほど。いいじゃないですか。こちらも本気では ありませんし。嘘つけ。じゃあ出せよ、とっておきのやつ出せよ。へえ驚いた、少しはやるようですね。よく言えるな。ですがあなたの戦い方はきちんと記憶しておきますから、本戦では僕は勝ちますよ。それでは失礼しますよ。ここで集められる願い星は全て手に入れましたからね。え、そうなの、全部持ってちゃった、なんだあいつ。っていうか下克上強すぎない、最高のポケモンゲットしちゃったよ。星の砂、手触りがサラサラな赤くて綺麗な砂、ショップで安く売れる。どうしようかな、もう出ちゃおうか。はい、4番道路。あともう少しで待ちかな。あ、君はもしかしてポケモンセンターお姉さんの妹、善意の塊か。あ、来たよこれ。あ、待って待って、あーなんだ、ポケモンかと思ったけど、これ子供？あれ？あ、トレーナーかよー。どうも、ピカチュウそっくりでしょ。いや、分かってたよ。ポケモンごっこのハルト。ハロウィン終わったぞ。ピカチュウ？嘘？うわー、ピカチュウ出た。本作で初めてピカチュウ見た。かわいいなー。てかさ、ピカチュウのさ、フォルムさ、戻ったんだ初代の方に。嬉しいね。あのスタイリッシュピカチュウよりもね、やっぱりこの ポテッとした感じがね、やっぱ可愛いなと思ってたから。あ、待って、これ相性悪いな。めちゃくちゃ相性悪いけど、噛んでいいぞ、食っていい。うん、ピカチュウは可愛いけどしょうがない。静電気、あ、そういうことするんだ。あ、ごめんね。違う、そっちじゃなくてリベンジしたい。
引き際をね認めたい。それ揺らせ揺らせ。木の実ね3個。いやあと1回いけるでしょ。うん、俺田舎から出てきてさ、こんな 木を揺らしてさ、木の実さ食べてさ、もう母ちゃんどう思うんだろうな。いやここでやめとこっか、やめよう。よっしゃい。でもうできないのか。あーなるほどね、チャンスは1回って感じか。まあ時間経ったら戻んのかな。で町があるの前になんか生意気なやつがいるからぶちのめしときます。ニャース、えだ誰、えあれニャース。かわいくない、かわいくねー、全然かわいくねーな。カメ噛んで、あ、なに？どうした？あ、麻痺があんのか。これニャースのガラルの姿っていうことなんだろうけど、あ、閉めて動けない。あ、変えようか。なんでアホの下にこんな毛がふさふさあんのよ。目もなんか違うし、もう変えよう、こっちに変えよう。リチャード行ってきて。愛せないな、あのニャースは愛せないな。なんか夜な夜なこっそり財布から金ちょろまかしてそうだもんな。もう帰りきっちゃって、どうぞ。あー今一つなんだ。ニャースって何タイプ、普通にノーマルなんじゃないのかね。いわくだけは聞くかな。顎だるんだるんじゃんニャース。あ、抜群だ。じゃこれでいこう。オッケー。おい、お前ニャースじゃねえよ。いいね。はい、終わりました。いやすげえもん見たな。あ、なんだ、 あれは落雷か。で、いいかな、もう。ん、こいつもポケモン5個か。あ、一応全員始末しとくか。そうだな、こうしとこ。はい、倒しました。あ、ディグダイル、かわいい。あ、なんかあるな。これは銀の粉、銀色に輝く粉、持たせると虫タイプか。なるほど。あ、なんか来た。あ、はい、EV だ。どうもこんにちは、はじめまして、僕フチって言います。君は EV ちゃんですね。あ、 EV は取っておいていいんじゃないかな。うん、待ってさ、ポケモンの人気ランキング1位でしょ確か。レベルなんぼ、レベルは15あるかない。体当たりでも死んじゃうかな。死んじゃいそうな予感するからやめとこ。アシッドボムぐらいで。うわー死ぬなよ、わー殺しちゃった、てめえお急所かよ。オーガニック何してるんだよ。あ、イーブイちゃんまだいるじゃん。なんだここ、イーブイ牧場じゃない、EV 畑だ。よし、捕まえた。よし、こんぐらいで。ナイス、食パンちゃん。かわいい、バーサスかわいい。モンスターボール使っちゃいましょう。さあ、おいで。さあ、ポケモン人気投票ランキング1位なのを僕は見ました。さあ、なので、このポケモンを持っていれば、数字が伸びる。最低の理由。EV。進化ポケモンって言うんだ。不安定な遺伝子のおかげで様々な進化の可能性を秘めている特殊なポケモン。いや、ほんとそうだよな。もう何種類いるの 今現在。名前どうしようかな。まあこうなるよね、ナンバーワンだし、キング。一旦ね、キングはボックスに送ろう。うん、オッケー。よし、じゃあこんなもんで。待って、これニャースじゃない。うわ、出たー。全然違うよ、お前は違いニャースじゃないよ。まあ一応捕まえてはおくけども、ニャース化け猫ポケモン、鋼タイプなの、ガラルの姿。額の小判はより黒いほど硬く仲間から尊敬される。勇猛で恐れを知らない。だいぶ違うな。そうなんだ。じゃあ名前はモロッコで。
なぜかというと、モロッコの男性は基本的にヒゲを生やしているからです。ボックスへ送りましょう。じゃあもういい加減もう行こっかな。あ、なんかある。なんだこれ。力の根っこ、根っこ、あ、根っこでした。とても苦い根っこ。ポケモン1匹の HP を 120! すげえな。はい、ここら辺一帯のポケモントレーナーは全員始末しておきました。よし、じゃあこれでもう心置きなく。ん、ウール待っておくれよ。くめんめー、どうした、誰だ、あれ、ウールが転がってきた。あい、ウールは富士にぶつけて止まった。あ、こいつジムリーダーだよね。ポケモンの体当たり食らって大丈夫ですかね。おや、君はもしかしてジムチャレンジャーですよね。あ、そうです。やっぱりそうですよね。開会式でお見かけしましたよ。この人胸筋すげえな。僕は、あ、ヤローって言うんだ。なんか開会式でさ、なんとかかんとかのヤローってなんか書いててさ、すげえ失礼じゃんと思ったけど、ヤローって名前なんだね。草タイプのポケモンで戦うジムリーダーなんです。そうだね。チャンピオンが推薦したというジムチャレンジャーの実力、ジムスタジアムで確かめますね。ジムならこの道路を抜けてもうちょい先ですから。ほら、ジムに帰ろうな。ジムチャレンジャー頑張ってるぞ。なんかいいやつっぽいな、こいつ。胸筋がすげえな。なんかギャグ漫画日和でそういう話あったよね。胸筋ばっかり鍛えさせられてるなんかジムの生徒みたいな。よし、じゃあ新しい街ターフタウンに来ました。さあ、ジムチャレンジかな。ホップじゃん。見ろよ見ろよ、富士、ターフタウンのポケモンスタジアム、その名もターフスタジアムだぞ。うん、ジムリーダーの野郎さんも戻ってきたけど、ジムチャレンジャーがいっぱいだ。しばらく待つしかないぞ。そうだ富士、ソニアが探してたぞ。お前にそんがらったよ。俺も聞かれたけど分かんなくて、確か丘にいるはずだ。丘の場所だよな。ターンマップ見れたらいいぞ。あ、何、どうしたの、食パンちゃん、違う、うちのじゃない。お、ソニアのワンパチだ。こいつ道案内が得意だぞ。あ、ついてきてって感じ。あー、かわいいお尻。じゃあ行ってみるか。